d m l 3 0経営エンジンは、日本国有鉄道の機動車用として開発されたディーゼルエンジンである、キハ 183K 用 DML30C 型キハ181から一したの DML30HSC エンジン。3機筒単位で、シリンダーブロック1組を構成しており、各機筒が独立シリンダー型の DML30C 以降とは、 シリンダーヘッド形状も異なるキハ6 0系での DMF31 発射と DW1 液体変速機の失敗を受けて1963年に試作された直列六気筒の横型エンジンである DMF15HS を基本とし、翌1964年にこれをバンク角180度の V 型12気筒に設計変更した DML30HS をはじめとして、 国鉄と新潟鉄工所、ダイハツディーゼル、新構造機の各社によって共同開発された水平シリンダー式の V 型12気筒で、連続定格出力440から 660PS のエンジンである、主に高速、高出力を要求される特急系車両や急行系車両に使用される、軽式名の DM はディーゼルモーターの略、L は12気筒を意味し、 30は、総排気量を、リットルで表したものである。末尾の H は、横形機関を、S は、下級機を意味し、それに続くアルファベットは、改良順に、A、B となる。国鉄の機動車用量産エンジンは、対別すると、d m a 1 1系と、この DML30 系、DMF15 系エンジンに分けられる。後者の d m f 系は前述の通りこの、 DML30 系エンジンの基本となったもので、両社は内部の消耗部品、同弁系、各種補機を中心として部品互換性を持つ。先行した DMF31 系エンジンがボアストロークともに課題で横形とした場合、シリンダ内部の潤滑が十分ではなく、また振動、騒音面でも機動車の床下に搭載するには問題が多かった。それを教訓として、 実績のある DMH17 系の設計、構造から大きく離れることを避けて計画、設計された保守的な設計のエンジンである。このため、最初に試作された DMF15HS では DMH17 系と同じストロークを踏襲しつつ、ボアを 10mm 拡大して1気筒あたりの排気量を約8%増大。 さらに定格回転数を 100rpm 引き上げてターボチャージャーにより下級を行い排気量あたりの出力を引き上げることで気筒数の削減を図り回転バランスの良い直列6気筒構成を実現している。本系列はこの DMF15HS を2台向かい合わせに組み合わせてクランクシャフトを共用としバンク角180度の部位があった12気筒とすることで 出力の倍増と軽量化を図ったものである。その設計方針は、単純、堅牢、廉価を狙いつつ、新技術の導入を図ったとされ、1番ク6気筒のシリンダーヘッドを3気筒ずつ、ひとまとめにすることで、消耗品であるヘッドガスケットを1種類で済ませ、かつ、全体の数を減らすなど、保守の容易化に留意した構造が採用され、また、 エンジン本体と付属圧縮機の一体化による潤滑油の共通化をはじめとして各種補機の設計に目風が凝らされていた。もっとも d m a 1 1 7 k エンジンでも問題となっていた排気マニホールドの加熱と排気管の焼損、発火問題を抑止するためターボチャージャーによる火球については姉妹機種である DMF15Hz とは異なり中間冷却機を付加、できず 一番クにつき一基ずつ、計二基の石川島春馬重工業製、TB15 ラジアル型ターボ下級機を搭載するに、止められている。また、エンジンの変バンク六機等分を、それぞれ A 列と B 列として区分し、各列ごとに、燃料噴射ポンプを一台ずつ備え、その間に、横間制御装置を取り付けて、AB 各列の燃料噴射ポンプを制御している。国鉄は当初、 DMA117 系に代わるエンジンは 300PS 級の DMF15 系が妥当なのか、それとも 500PS 級の本系列が妥当なのか、どちらとも決めかねていた。そこで実際に、これらの機関を搭載した車両を試作し、長期試験を実施することとした。それがキハ90系である。百六十六年、三百 p s の d m f 十五ハザを搭載したキハ九十型と、 500PS の DML38 差を搭載した、キハ91型が各1両製造され、千葉地区など各地で、性能試験が行われた。これらでの試験の結果、今後の優等列車用、国鉄機動車では5 0 0 p s 級機関を1機、搭載することになり、翌年には、営業列車での長期実用試験を行うため、DML30HSB を搭載した。 キハ91系量産試作車7両と走行用エンジンを搭載しないキサロ91型が3両製造され、急行、シナノなどで長期実用試験が開始された。だが、1968年の白紙大夜改正で計画された非電閣関有等列車の速達化プランを実施に移すにはキハ90系試作車での長期試験の結果を待つ時間が残されていなかった。 このため、国鉄当局は、いわば見切り発車的に、食堂車を除く全車に 500PS 級の DML30HSC エンジンを装備した、キハ181系を製造。1968年10月1日のダイヤ改正から特急に格上げされた、しなので、営業運転を開始した。こうして、本格的な量産に合イ員が出された本、系列であるが、 その設計は、様々な問題点を内包していた。まず、保守の容易化を狙って採用された3シリンダー1、ヘッド構成は、過酷な翼運用へ充当されていた、キハ181系搭載分を中心に、熱変形や交差による、ガスケットボルトの締め付け力の不均等が発生しやすく、吹き抜け現象が多発し、本系列のアキレス腱となった。これは、 ガスケットの設計変更を繰り返し、出力のデチューンを行うことで、一応の解決が図られたが、依然として十分ではなく、キハ66.67形容として設計された DML30HSH 以降では1シリンダー、1ヘッド構成として、ガスケットをそれぞれに組み付ける、従来の設計に戻すことで、対処せざるを得なかった。また、設計の効率化や合理化を目的として、 新設計が導入された補機にもトラブルが続出した。特に先に挙げた、機関本体と圧縮機の潤滑油共通化設計は、機関の高温環境にさらされた潤滑油が変質して、ゼリー状となり圧縮機の弁に固着するといった深刻なトラブルを誘発し、これも潤滑油の供給系統を分割し、従来と同様の設計とすることで対処が図られている。さらに、 DMH17 系の段階で排気マニホールドの加熱による発火を防止するため、機関の全力運転時間を5分に制限する必要があったにもかかわらず、根元原因である気筒内の燃焼効率を改善し、排気温度の低下を図ることなく、ほぼそのままの構造で出力向上を図った結果、本系列における機関発熱は当初の想定を超える課題なものとなった。 本系列の基本設計が行われた1960年代初頭には、すでに燃焼効率が良く、燃焼室や排気の温度を低く抑えられる直噴エンジンの開発が主として燃費経済性を重視したトラック用ディーゼルエンジンを中心に進められており、1930年代末に、すでに直噴式を採用していた GM のユニフロー装置ディーゼルエンジンや、 そのライセンス生産版である民生デーゼルのドエンジンを例外としても日本でもイスズ自動車と日野自動車が1950年代末頃からその開発に着手していたこのような状況下で国鉄技術陣が直噴式を検討せず4年消失式に固執した理由は明らかではないが結果としてこれは本系列における不具合頻発の一因となったまたもともと、 DMA117 型エンジンは下流燃焼室式であった。下流式は余燃焼室式の一種だが圧縮時に燃焼室内にスワールを発生させるため燃料事情の悪い日本でも質の高くない経由でも安定して稼働するという利点があった。しかし、工述する通り国内の燃料事情が好転したことから指動困難性を伴う流式は途中から 単純な4年消失式に変更されている。だが、下流式は高速燃焼するため単純な4年消失式よりは回転数が上げやすく、また黒煙発生量も少なく、ノッキングも少ないという利点があった。特に小型自動車用ディーゼルエンジンでは、当時は高い圧縮比に対して直接噴射することが困難だった一方、スロットルレスポンスも早いため下流式が主流となった。 指導困難性はバッテリーの高性能化で克服されていった。平成初期に至るまで小型自動車用ディーゼルエンジンはほとんどが下流式であった。直接噴射式のみならず下流式への回帰も否定した点は DMH17 バイト型以降が抱えていた諸問題についてその原因などを国鉄技術陣が正しく認識していなかったことが伺える。 本系列でも採用された4年消失式が戦前の DMH17 バイト型以降で採用されたのは当時の国上から4年消失内での噴射燃料の燃焼が緩やかで低圧力に耐えるだけで済み4年消失や気頭部の設計製造が比較的容易であったことそれに騒音振動の点で有利であったことなどの理由でありまた初期型の下流式からの変更は 下流式は、指導時の抵抗が大きく、セルモーターの負担が大きいこと、米軍の放出品等で国鉄での軽油の安定供給にめどが立ったことなどによる。だが、4年消失式は前日の利点の一方で絞り、損失が大きく冷却効率が悪く、ひいては熱効率が悪い、という弱点があり、反面、下流式のような高速燃焼効果も得られないため、 DMA117 クラスまでの回転数であれば、それでもメリットの影に隠れて目立たないが、定格使用回転数が上がるに従って、これらでメリットが、顕在化することになる。d m l 3 0系機関搭載者、中でも特に深刻な状況を呈した、キハ90.181系における機関のオーバーヒートの頻発は、熱変形に対する配慮の不足した設計や、工作精度の管理不十分。 常用速度域の大半を変速弾が占める専用変速機の特性、それに性能の不十分な自然放熱式冷却器の採用といった事情から特に極端な形で顕在化したものである。本系列の製造上の品質管理の問題は十分な管理、調整が期待できた試作機の段階では特に目立った不具合が発生しなかったために、 見過ごされたが、量産段階では、設計陣の想定を上回る品質のばらつきが発生し、それらが過酷な使用状況にさらされた結果、一気に表面化したものであった。この問題は、4年消失式を採用した各機種では、根本的には感知せず、冷却機の強化と後年、検査を担当する国鉄工場で燃料噴射量を一定レベルに調整することで、 一応の解決が図られた。さらには、キハ66.67系以降の後継車種では、強制通風式の冷却機を全車に標準搭載するとともに、機関出力を一律12%ダウンの 440PS とすることで信頼性の確保を図る方策が取られている。これは、圧縮比をそれ以前の16.0から14.2へと落とす、浄動とは反した。 大きな効率ダウンを伴った微方策であった。なお、このキハ 66.67K では、騒音が著しく、社内で会話できないほどであったことが新聞市上で取り上げられており、同系列では、本来4年消失式のメリットであったはずの、低騒音、低振動さえ満足に実現されておらず、少なくとも4年消失式を積極的に採用する、理由は事実上解無であったことになる。 こうして、本系列は改良、あるいは信頼性向上を目的とした出力ダウンを実施され、その後の高出力化要求に対応するための電子、制御、直噴火等、適に情勢に合わせた変更を重ねられたが、その機械的信頼性の低さや、整備の面倒な多機等エンジンであることから、当初の目的であった DMA117 系機関を全面的に置き換えるには至らず、 他に適切な代替エンジンが開発されなかったことから1990年代まで製造が継続されたもののその製造実績は少数に止まった2013年には DML30K エンジンを搭載したキハ1 8 3系が火災事故を起こしたため36両が運行を停止する措置が取られていた翌2014年には特急の高速化に備えて エンジンの設計変更を行った際のミスと判明し燃料制御装置に改善措置が講じられた。一方、本エンジン量産の原点といえるキハ 181K では国鉄時代に出力是正措置を受けていた。JR 西日本所属者は特に最後まで残った浜風では2 2 1系や2 2 3系と いった、JR 世代の電車が新快速として飛び交う、山陽本線を全力疾走した後、万端線で中国山地を越えるという翼以来の過酷な運用となったが、老朽化のため木波189系に置き換えられて、全敗となる2011年までの間、致命的な事故、故障はなかった。液体変速機は、すべて一段三要素ルハイ、油方式であり、 逆転機を内蔵している DW4 系をルーツとし DW9 系、DW12 系へと改良された。最初に作られた DW4 系は自動クラッチである DW4C は爪クラッチ、DW4E は湿式多板クラッチ。また逆転機の切り替え時には出力軸を溶動させる d w を装備したハ181では 液体変速機と台車を結ぶ推進軸の他に、反力機を吸収するための軸を装備する。DW9 系は、DW4 系を手動クラッチに変更したもの。キハ183系で使用される DW9A は、軽量、体感系。DW12 系は、DW9 系を改良したもので、ダイナミックブレーキを装備するための準備がしてあり、また、よりコンパクトになっている。 DW12A は、エンジン出力増大に伴う回転数増大のため、減速比が変更されたもの。なお、液体変速器は、暫時改良されているため、後に製造時と異なるものに交換されている場合がある。ありがとうございます。